世界はエロティックなものであるというふうな、僕はずっと写真を撮ってきて、やっぱいつもそれを感じるんです。だからそういう前提で僕のこう生理っていうのがね、こう外に向いてるんで、だからあらゆるものにある種のエロシズム、とにかく街はね、やっぱり僕にとっては巨大なその欲望体というかね、でその中になんか僕は僕という個人の欲望をね、なんかこうその中で嗅ぎ分けていくというか、駆使していくっていうの、瞬間に見ていくっていうね、そういうカメラワークが好きなんですよね。ええ、ここが僕の、あのオフィスの入り口で、まあ下が仕事場になって、まあね、これ案内のしようがない。まあちゃんと整理してないからさ、恥ずかしいんだけど、ここはもっと汚いんだけどね、ちょっとまあ座線とね本当にしてて恥ずかしいんだけど、僕はあの大きいカメラとか使わないで、いつもコンパクトカメラ、それとあとあの僕の場合はあの路上のね撮影がほとんどなので、これだとあんまりいろんな抵抗感をね、あの他の人に与えないし、撮りやすいんですよね。やっぱり新宿っていうのはやっぱり、まあ、さっきから欲望欲望って言うけど、もう巨大な欲望のスタジアムみたいなね、そういうふうに僕はこういつも感覚してるんで、やっぱりいろんな人がごったごたいて、いろんなこと考えてて、いろんな欲望が渦巻いててね、やっぱりそういうとこはやっぱり街の体質みたいなものはとっても濃厚で好きなんですよね。街をさておいて、他に写真なんか撮ることできないよね僕は、うん、いや中毒ですよ僕、街の、うん、階段気をつけてください。なんかまあ僕の新宿の部屋みたいにさ、勝手に思い込んでんの。だから下のママさんにさ、俺は80までは生きるから、80まではこのままにしといてくれって言ってあるんだよ。その本当にいわゆる日本人がねよく言う、生まれて育ってみんながそこにいてっていうね、そういう意味でのそのふるさとっていうのはないからさ、もう子供の頃からボンボン変わってるし、だからいろんなイメージをね勝手に自分で作った、いろんなイメージ、それから実際にあちこちで見たイメージ、子供の頃 みんなこうつなぎ合わせて勝手に作ってんだよね、ふるさとを僕の中でという感覚だよね、うん、こんなになってんだ。この辺はね、今まで展覧会をやって、で展覧会から戻ってきた作品と、それからあの本なんかを作った時にまとめて作ったプリントをここに全部まとめて、あんまりだからまあ、ちょっとあんまり言うと誤解もあるけど、いわゆるなんかこうアート作品という感覚は僕は比較的薄いですね、うん、やっぱりどっちかというと印刷をするための材料というかね、うん、僕はね随分国内も外国も含めて個展はいっぱいやってるんですけども、僕自身の本当のこう写真の好みっていうのはね、写真集を作ることなんですよね。絶対にここから始まってここで終わらなきゃいけないっていうのはないんですよね。ある意味どっからここから始まってこっちで終わったっていいしというのはあるんで、そんなに全体の構成をむちゃくちゃ悩むってことはあんまりない。
もちろん例外は別にしてね。だってこれだって果たしてこれで本当に良かったのかどうかわかんないですから。ただこうなっちゃったってことだから。僕は基本的には歩くの早いんですよ。やっぱりむしろ僕も動く、外界もどんどんなんか動いてるという中でスナップするのがなんか僕の好きなこうスタンスなんで、なんかそのあんたもほとんど野良犬だと、つまり表通り行くとすぐ裏通り入ってね、うろうろ裏通りばっかりこううろうろしてると。これを撮ったのはね、青森県の三沢の町に僕がカメラ雑誌の仕事で写真撮りに行って、で朝ホテルさ写真撮りに行こうと思ってね、ホテル一歩出た目の前にいたんですよ。それで瞬間的にもう何枚か撮って、むしろ後で暗室でプリントした時に、おお、この犬すごいなんかこう面構えっていうかね、表情してるぞっていうふうに、まあ、思ったもんですよね。でやっぱりスナップショットっていうのは本当に瞬間ですから、やっぱり瞬間この犬がなんか僕のところにスパッと入ってきたんだね。まあそれは僕にとっては光栄ですけどね、この犬だったら。いらない、いらない。1枚目ちょっとモノクロにしてみて。モノクロームがね、なぜエロティックかってさ言われるとね、もうそれほとんどなんていうの、生理的なもんっていうの。モノクロームってのはもっと抽象性とか象徴性が強いから、もう一つの世界、もう一つの場所へ連れていくみたいなことあるけどね、なんか僕の体質的なものがなんかそういうふうに見ちゃう、モノクロームを、なんかそういうとこがあるんだよね。少しなんかこうわい雑な、なんか逆に色がこう氾濫してるだけに、もうちょっとなんかわい雑なね、なんかそういうふうな、まあ違いかな。いらない、いらない、いらない。写真をさよならを作った時のね、僕の気持ちっていうのはやっぱり、もちろんその世界が断片であるというね、断片性というものをやっぱり僕の中でこういつも思ってたから、その頃はもうとにかくやみくもにいろんなことが気に入らないし、いろんなこと違うと思うしね、まあもちろん若い性もあるしね、なんか常に写真って何だろう、何だろう、何で撮るんだろうとかね、そんなことばっかり考えてたね、イライラしながら。それからは一緒に入ってる仲間の暗室があるんだけど、仲間がやっぱり切り捨てたいっぱい写真が下落っこってるわけね。そういうのを全部拾って、これなんでこんなの落としてんのって、これも使おうよと、これだって世界の像なんだと、というふうにまず素朴に思ったのが最初だね。もうそういうふうに思ったら何でもかんでもいいわけで、うん、写真全体をなんかこう成立させてるものっていうのは、撮る方見る方双方の記憶に関わってることだと僕は思うんですよね。一見その現場とか時間とかをね、スライスするんで明快なもんだというふうに捉えられがちだと思うし、写真の持つ映像イメージは実はものすごく曖昧なもので、その曖昧だからこそ僕は写真が好きだというのは言えるんですよね。よくね、僕の友人なんかとか批評家の人もね、あ、よく飽きないねと、50年も街歩いててねって言うけど、飽きないんですよね。いや、まあね、まあ写真家についても言われるんだろうけど、まあ、20代とか30代に一番いい仕事をして、
というふうなね、まあそういうことはよく聞くよね。まあ俺今73なんだけど、やっぱり全然街を見る目っていうのが、まあ僕自身はね、なんか老いた目で見てるとか、もうなんか大体分かったように見てるなんてことはありえないね。やっぱり欲望っていうのがね、人間にはみんなあるわけで、でその欲望の質とか量っていうのはね、やっぱりそれぞれの年代によってみんな変わるんだよね。で変わるんだけど、やっぱりこうシビアな欲望、リアルな欲望っていうのは常にあるわけで、でやっぱり写真っていうのはそういう欲望のやっぱりこう現れ方だからさ、だからまあそういう考え方とかそういう言い方は僕にとってはナンセンスだね、全く意味ない、まあそのところ。